ここが変な方がレモンビール、うん、あこれもね加工店舗、はい、これもね大好きなの。え、あ食べる方、私これね、これ大丈夫なの、これもね、これも入ってないのか、これも U マーク入ってる、これも U マーク入ってるよ、じゃあ大丈夫、見えんねこれ白貼ってあるね、うん、これコストコに売ってる分には U マーク貼ってある、セミスイートチョコレートチップマカダミアナ香料って書いてるけど乳化剤、香料ぐらいまでは許せない、香料ぐらいまでです、乳化剤は、うん、ここに乳化剤入ってる、ここに乳化剤とか、あ私の基準の中でね、食べたかったら放射マーク入ってたら許せないだってさ、ひどいビスケットとかなんかすごいっぱい入ってるじゃん、これとかやばいんじゃないですか、パインやめとか、これ日本でもあるこれセットグラ、これじゃんもん、あ、そうそうそう、ブドウ糖、加糖液とか、うん、これもダメなんでしょ、この安息酵酸ナトリウムとかも、もう無理よね、これ、うん、全部無理よね、食べ物じゃないよ、安息酵酸ナトリウムって何なんですか、保存料、保存料、あ、保存料、うんうん、あとはこんなんとかも、ね、タンパク化水分解物とかこれ、これがやばい、うん、それやばいだろ、これもやばいけど、やばい、でももうチップス系のお菓子になったらやばいってことですよね、食べ物の方が、 あるよ安全なの、たまにあの総合の力が入った、うん、こういうの割とさ、こういう有名なのがあって、あのこれ酢、はは、うん、あ料理酢、うん、これはあのそれはこっちからよく使うやつ、うん、こういうあのメキシコ料理好きなんで、ホットこの辺どうですか、そうそう、これデスソースこれとかやばそうなんですけど、酸化防止剤が入ってるぐらい、もうやばいと、いいんじゃない酸化防止剤ぐらい、いいですか、この辺とかこういうの、もう嫁、あこのなんかトマトをトマトソースになってるやつ、あ増粘剤がなぜ入れたんだろう、どこどこ、ああ増粘、いやこれ粘着性出すためってことでしょ、そうそうそう、いらんと思わん、だからトマトだけじゃサラサラやからでしょ、いいじゃない別に、サラサラじゃ煮詰めたらいいや、チップスにつけないのと、でも煮詰めるってことは量いるってことでしょ、うん、そういうことやね、まあでもしなんじゃない、こういうのオーガニックに売っとるよ、よくコストコだから、ああそれこれ、オーガニック、うんうんうん、オーガニックじゃないよ、軽反症製剤、塩化カルシウム、難しいじゃないですかコストコで買うっていうのは、うん、そうだね、コストコは避けたい、ああねね、こういう韓国の海苔とかどうなんですか、やばい、ごま油とかなんかしとったらもうありますね、あの海苔の何でしたっけ、 酸化剤使ってない、なんかね書いてないな、原産国だけや、わからへんですね、あのね、なんか一番鳥みたいな、一番鳥みたいなのは、いいんだってね、ナンプラーってなんかごま油後ろってますよ、あ、ナンプラー、ナンプラーがどっか売ってる